ちゃんとリツイートできたかな。入ったね、入ったね、チャットね、うん、入った入った入った、うん、オッケーオッケー、はいはいはい、え、じゃあ何？リュウガエルかな、多分リュウガエルだね。ああ、ボコちゃんどういらっしゃい、これ多分ボコちゃんだよ。多分ボコちゃん、そうそう、ラリちゃんと始末屋さんですね、うん、ラリちゃんと始末屋さんの対戦だね。で、今からなんかリュウガエルちょっとやるって感じだったんで、これからなんかね、こう喋りとかも入れながらなんかそのやっていこうかみたいな話ちょっとしてて、じゃあ試しに配信やろうよって言って、でほら結構さ、この間見せてもらったら F1 結構そういうね、機材とかちゃんと揃ってるし、やらないのもなんか垂れ流しにしてたんだよ配信さ。でもう喋れる人もいっぱいいるしね、ゲーム上手い人もいっぱいいるから、それで機材もこんなにあってさ、やってないってすげえもったいないなと思って、ちょっと一回やってみようよみたいな。まあまあまあ、そんな感じ、そんな感じ。え、喋ってる間なんかね、真空ぶち当たってたんだけど、やっぱこれ面白いよね、スト2は。そのリュウガエルはね、俺面白いなと思って俺もリュウガエルやるんだけど、下手だね俺、リュウガエル。リュウガエルさんはね、あんまり上手くないかな。どうしてもやっぱりね、あの上手い人のを見てるせいで、あのガエルの中足とかしっかりね切るしさ、大足とかで上手い人は、ああいうのがねなかなか難しくて、まあでもこう慣れだって言うんだけど、みんな X プレイヤーに聞くと、自分もね頑張ってやってるつもりではいるんだけど、でなかなかねゲームスピードも速いから、ほんと、うん、なんかでも見える人は見えるって言うんだよね、中足見えるって言うんだよね。松本秀人さん、はい、どうもこんばんは、はい、はじめまして、よろしくお願いします。ヒデが好きな人なのかな。あ、よかったら、ね、ゆっくりしちゃってください。今回その店員さん、始末屋さんですね、龍が始末屋さん でガイルがダブラリオさん、まあ、仙台の最強プレイヤーですね。もうまあでもこれ実はあの始末屋さん仕事中らしくて、これこれ仕事中らしくて、なんかもしかしたら何かあったらちょっと途中でいなくなっちゃうかもみたいな話なんですけど、まあでもね、配信やるって言ったら、あのいや、それもそれで店のためだって言ってね、うん、頑張っていろいろ準備してくれたんで、とかあのやめろとか言いながら、なんか仕事中とか言うなとかって言っときながら、なんか試合始まったら速攻で真顔になったからね、やっぱさすがゲーマーだなと思いました。
いやでも本当このゲーム難しい。でさ、あの今のもさ、弱竜巻にね、竜が弱竜巻してきたときに、これしゃがみ中パンとか押してるけど、これさ普通にやってるけどマジ最初見えないから、これ落とせない。もう竜の弱竜巻、弱小竜とかがめちゃくちゃ怖すぎて、もう押せないんすね、ああいうとこ中盤。やっぱやり込んでるなと思って、もうこのガイルもね、よくこんな動かせるなって感じですけど、結構ね、お簡単に使ってんのかなと思って、自分で使ってみるんですけど、ガエルとかもうマジ無理っすねもう攻め殺されて終わります大体。あ、ヒデファンなんですねまあ僕もね、昔音楽とかやってたんで、XJAPAN とかも好きだったんで、よくまあ、ギターやってたんですけど、よくね XJAPAN のあのギターとかコピーしたりとかね、したりもしましたけど、あの目の前で空振った中足を切るのがマジむずいんだよな。はい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 、 X サマーっすね今のはねお前どうして、どう絶対お前どうせ荒らしてくるんだろみたいなっていう X サマーですよ今のは。マイクとか大丈夫かな、ボリュームっていうかバランス的に。多分始末屋さんが調整してくれてたから多分大丈夫だと思うんですけど、まあもしなんか聞き取りづらいとか、なんか音量のバランス悪いとかあれば教えてもらえれば、始末屋さんがきっと直してくれます。いいね、でもなんかこう、まあ、スト2もいいし、なんか今度はカペースやりたいって言ってたね、でも週末屋さんね。で、なんか来年ぐらいから、まあまだわかんないですけどね、週末屋さん次第だと思うんですけど、 YouTube の方に移行して来年くらいからスト2、まあ月1でもいいからやりたいなとかって言ってましたけどね、こういう配信とか。いいね、このね、X のね、ガンシュ波動、マジ無理だよね、これ。早すぎて、竜の波動が。お波動にしっかり乗っける。やってねえって、やってるじゃん。あ、やらかしてるね。いやー、やっぱ、詐欺飛びも難しいですからね、このゲームね。だって、ミスると、ね、投げられちゃったりするんで、着地の硬直に。だからといってね、ビビってちょっと遅めに飛んじゃうとね、サマー食らっちゃったりとか、だからやっぱ難しいテクニックの一つですよね。島瀬さん大丈夫？大丈夫？あ、ちょっと待ってね。マウスをここに持ってきて。これさ、チャット欄がさちょっと小さいからな。あ、今週土曜カペースなんで行けます。あ、そうなの。なんかごめん、俺もなんかそういうイベントとか全然把握してないから、カペースのなんかあれなのかな、イベントあんのかな。なんかもう来てくださいよね。映像音声ともにクリアに配信されてます。あー、ありがとうございます。やっぱさすが島津屋さんですね。島津屋さん、もうバッチリだって、バッチリだって、音量とかもうバッチリだって、今聞いたらあもうバッチリですっていう、うん、さすがっすね。いや、運悪い今の鎖骨今の鎖骨は運が悪い。普通にヒットするよね、あそこね。おっと、待ってるんなら俺はスタバを打つぜと。お前どうせ足払い借りてんだろうっつって、だったらスタブ打つぜっていうね。
我慢してく。あとはね真空だね、真空があるから。うわー、すっかり乗せてく。押し松屋さんこの波動のせいうまいな、さっきから聞き勝ってますね。あ、これもしかしたら総加くんかな。あ、ありがとうございましたね。最近総加くんも X 頑張ってるみたいで遅いよね、でも今からやったなんでこうだん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 古い、年取るにつれ古いゲームに行っちゃうのでもまあ大変だけどね、キャラがキャラだからね、総加くんはね、ザンギーフだからね、結構頑張んないと勝てないよね。でさ、やっぱさこのゲームさ、おっさんども強いじゃん、やっぱおっさんどもマジ強いんだ。え、じゃあ俺は何歳なのっていう、じゃあ その質問はちょっとノーコメントで。これはずーっとあれかな、ラリオ先生勝ってんのかな多分。やっぱでも違うよね。うわー、今の歩き投げやばいうってなってたよ今、うってなってた今今のはうますぎるね。これね、竜の波動がさ結構こういう感じで相打ち、ほら4で今はね中足を置いたんだけど、波動を打った時に体勢が前に来るからそれを利用して中足を置いといたんだけど、竜の波動が速すぎて当たっちゃうんだよね、結構ああやって相打ちになったりとか。うますぎる今の竜巻。はい、2回目どうせ荒らしに行くんだろう2回目おっさんの定義が崩壊するそうだね、俺も総加くんは若いと思ってたけどね、この間年聞いてびっくりしたもんね。あ、もうそんな年になったんだと思って。知り合ったのがね、前も話したけど総加くんが10代ぐらいの時だもんね。これはでもまあ体力があるから今の真空パナシは全然大丈夫ですけどね。まあ、もしなんかソニックなんか打って思うならね、食らっちゃう真空だから、で試合決まっちゃう真空だからね。いや、やっぱ2人ともうまいな。やる、見てから竜巻っぽい今のは。こうやっぱり画面越しだとあんまり分かんないんだけど、こうプレイヤーの背中見てると分かるよね。あ、今見てたんだな、見てからだなとか読みでやったなとかね。画面越しだとなかなか分かりづらいんだけど、あ、ちょっと待ってね。あ、すいません。おい、昇竜系、あの昇竜もね、たまには出さないとね。あのガエルも調子乗って結構スタブとかね、あとソバットが足払い系に結構相性が良くて、台足とか中足置いてるとバスって刺さっちゃうことが結構あるんで、お前調子乗んなよってたまには弱昇竜出しとかないと。だから結構だ、そういうあの竜ガエル戦の面白いところって、お前こうするならこっち俺これするよっていうのが結構答えが明確で、そこが面白いところですよね、竜ガエルの。目で見てすぐ分かるっていうのもあるし、で例えばその、ね、一発食らったら終わりみたいなキャラじゃないんで、ね、なんか投げ入ったら死ぬとかハマって死ぬとか
そういう組み合わせじゃなくて一回一回のその、まあ、単性っていうか読み合いがあるからやっぱ面白いですよね。あ、そっちがそれなら次俺これするぞみたいな、なんか試合中にずっと続くんでやっぱ面白いって言われてるところがそこなのかなっていう。まあ、例えばそのホークとかサンダーホークとかだと、まあ、別にホーク使いが悪いとかそういう話じゃないですよ。あのサンダーホークとかだと一回やっぱ投げが入っちゃうともうハマって理論上ハマって死んじゃうみたいな、まあ、結構あるんで、まあ、実際その例えば龍鳳方龍側がすげえ立ち回りで頑張って絶対事故んないように頑張ってたんだけど、で体力9割取ったんだけどどっかであのホークの弱小龍とかバーンって当たっちゃったりしてそっからもうね後半からあの台風ではめられてみたいな、まあ、結構あるんで、まあ、それはそれで緊張感があって面白いっていう考え方もあるんですけど、まあどうしてもでも大味ですよね。その1クレジットになるじゃないですかその読み合いがだけどそのユーガエルだとその1クレジットの中で何回もそういう読み合いが発生するんで、まあ面白いですよね。だからまあ、だこの対戦は俺も見てる分にはかなり好きなんですけど、やるとすごい下手なんですけどねもうやると自分はガイル全然疎通は使えないんで竜になるんですけど、使うとしたらガイル有利じゃねって思うぐらいやっぱみんなおっさん勢強いですガイルでも実際ガイル使うと分かるんですけどね、めちゃくちゃ大変なんで。なんかでも X のガイルはすごいいいキャラだなって思いますね、個人的には。そのちゃんと使うと強いみたいな、でもちゃんと使わないとめっちゃ弱いみたいなキャラだから本当でも面白いですね。お、今の波動はうまい。昇竜とか擦りたくなるところだったけどあえて波動で追っ払うという、結構危険なんですよねあそこ。例えば中足とか大足とか置いてもいいんですけど、待たれたら差し込まれて終わりなんで、でタイムアップで終わりだから、あえてそこを波動にしてあっち行けやと。お、珍しい。あまりねあの ラリちゃんあまり波動踏んだりしないんだけど珍しいね今の。そうガイル使いのあってさ、うまいところってさあれなんですよね、弾踏まないんですよ全然、踏んでくれないんですよね弾踏んでくれると超ラッキーなんですけど、もうサギ飛びからね、いろんなタクが待ってるんで、まあ、鎖骨意表をついて鎖骨もありだし、まあ、普通に当て投げいっても、まあ、サギ飛びから投げいってもいいし、まあ、クライサマーとか裏切ってくるんだったらしっかりそこヒット確認してコンボにしたり、まあ、どちらにしてもまあ竜側がすごい有利な状況になるんで、100年遊べると噂の竜がいる。100年、まあ結局そのそうですよね、やっぱ読み合いがぐるぐる回るんで、まあその出来上がってしまったらどうなのか分かんないんですけど、でもどうだろうね。あ、両替ですか、両替ですか、うん、あ、総価君来てくれました、うん、ちょっと今僕初心者なんでゲーセンで配信して喋るなんて俺初めてなんで、島津屋さんが今心配で見に来てくれましたね。まあ、こう出来上がっちゃうと多分完全に竜が勝つのかなって思うんですけどね。やっぱりでもなんかそれまでのプロセスはかなり楽しめると思うんですよね、このカード。お互い
ね、いやうますぎだろ今の今のは相当やばい。クライサマーがそこ結構セオリーですけど、だからあえて食らったんだと思うんですけど、クライサマーじゃ、まあ、確か真空には割り込めるんですけど、真空じゃやっぱ真空をサマーで切ったぐらいじゃ試合動かないなと思って、真空まで読んで垂直ジャンプっていうねもうこれやり込みすぎ。まあだから、うん、こういうのですよね今はね、うん、いろんなものが見れるんで、あれこれ島津屋さんまだ一生もしてない？それ怒られました今。一生ぐらいはしてるよバカって言われました。あでもこれなんか配信の画面なんか竜の色がなんか違うんだけど、あちょっとあれかな、タイムラグあるのかな。いやそんなことねえな。あ割とでもちょっとラグあるかもしれないなこれ。うまい、これうまいね。おあえて叫んでます、いいおっさんが叫んでます。しかも仕事中だよね、うん。いやでもあそこであえて重ねに行きましたね、うん。だからもうあんな目の前でダブルサマー出されちゃうともう竜はなすすべがないんですけど、あの体力だと削ってくださいすいませんっていう状態なんですけどね。それを読んでさっきバックジャンプしてたんですよね、その同じ状況で。でそのバックジャンプで信用させといて、まあ、布石ですよね、そうね。で、そこから中段で殺しに行くと。そう、ガイル側もね、あの中足一発ずつ相当勇気いるからね、昇竜のパナシだったりとか、まあ、もちろん台足でね、スカったところにスカかけ取られるっていうのもあるし、でどっからでもやっぱ先飛びがいっちゃうんだよな、まあ台足にしろ昇竜にしろね。なんか要は転んだらどっからでも先飛びされちゃうみたいな状況なんで、だからガイル側は結構神経使うと思うんですよね。出ないんだその昇竜。あそこ昇竜出ねえんだ。あこれは、いやでもうまいですね。俺ラリちゃんとやるとなかなか波動を踏ませらんないんですけど、これ始末やプレッシャーですね。僕なんか頑張って喋ってるんですけど、始末屋さんなんかあのよくやったとか言ってくれないんですけど、全然怒ってばっかりいるんですよ。動いたところに刺さって、いやあそこを暗い投げとか暗いサマーするのは厳しいね、コンボで死んじゃうから。まあでもすごい大まかに言うとあれなんでしょうね、このゲーム、そのガイル、リュウガエルっていかに多分詐欺飛びできる瞬間を作るかなんだろうね多分。まあ、たまに、ソニック全部見てから真空いけますよっていうすごい超人的な人もいるんですけど、まあ、そういう人はね、ちょっと神様なんで置いといて、ね、僕みたいなこう凡人はですね多分そうかなと思ってるんですよ。まあでも確かにそのためにはやっぱりそのガイルの中足を台足で切ったり、
ね、こういうね竜巻見てから竜巻とかねソニック見てから竜巻でこかしてっていうのをやっていかないと なかなかそういう状況がね生まれにくいんで、まあ、あることあるんですけどね、ガンシャあのファイヤーハードとかで無理やりこかすとか、まあ、昇竜パナして、ね、読んで例えば中和初期とかに昇竜パナしてでこかすっていうのもありなんですけどね。うまい今のは。今の中和真空出したら繊細だったんだよ。おお読み合い強い。いやあそこ結構大変ですね。まあソニージャクソに一回打たせちゃうと結構大変なんだよあそこで。このねスタブもねいい味出しますよね。スタブもこのソバットスタブもでこのいい加減にしろの勝利ですね。お前さっきからやりすぎだぞと。うますぎだなこれ。やるやばいよね今の。相当着地の隙少ないからあそこ結構ね竜使いはね勝利とか入れてるんですけどしっかり投げてきますね。ちょっとでもねあの早めにボタン押しちゃうともう空中にいる間にボタン押しちゃうと中パンとか大パンとか出ちゃってそこに勝利をバチーンとかね当たったりするんで。おっと先取りミスってめぐりミスってあ今のはもう何回も食らってますよねそれ。どうせ荒らしに行くんでしょっていういやいやいや今のはね第五世昇竜で荒らそうとしたと思うんですけどもう見事にその昇竜にサマーっていうね。同時に出すとサマーの方が無敵が長いんでサマーが勝てるんですよね昇竜に。まあ、それを読んでお前どうせ荒らしてくんだろう来いよっつって大悟相談させてでサマーで来てくっていうね。うまいっすね。いやもう始末屋さんも始末屋さんでねこんなに食いついてくのはすごいと思いますけどね。あのガチ勢に対してね。てかね、総加くん配信見てるなら来ればいいの。見てるぐらいならもう来て遊べばいいのに。おお意地の張り合いしてく。後ろジャンプだな。でもあれなんか多分大勝利でいけた可能性あるな。ワンチャンいけたかもしれないな。まあ竜がいるといえばねあの獣道でねあの梅原さん主催のねあれでややさんと倉橋さんね10先とかありましたけどあれとかちゃんとああいう甘いダブルサマーとかにしっかり昇竜で押し置きしたりとか本当にうまかったですね。もうね見ててまあだその辺やっぱやり込みなんだなと思いますけど。うますぎるその中和シャドウ。なんかまあ確かに今の昇竜出すか悩むとこだったね。オカマ飛びになったかどうか微妙なところですよね今の。
割とやっぱその結構だ ラリちゃん結構うまいなと思うところが結構岡本飛びうまいんですよね。このゲーム岡本飛びよその極端な台足のあじゃああのガイルのジャンプ台系のドセンターとか出すか出さないかとか、まあ、そういう分かりやすいところはしょうがないんですけど、そうじゃなくて絶妙な舞の岡本飛びとかすごいうまくて結構勝利を出せなくなっちゃう時があるんですよね。間合い管理がしっかりできてるところだと思うんですけど、竜巻を回ってたっぽいですね今のね。中足を踏み込みガード踏み込みガードってして竜巻を仕込みながらソニック出したら多分竜巻行ってたんでしょうね。だからそこを逆に中足とソニックをちゃんと視認してるって時点でもう俺からしたらすごいんですけど、まあたまにいますよねそのトッププレイヤーとかだとソニックにはしっかり竜巻とか、ああミスったけどこれはうん、まあセイバー勢ってことで今の0秒 KO は許してあげましょう。でも遠くでずっと波動ソニックしてるときは結構やっぱガイル有利だからそこなんとかしたいですよね。やっぱ竜はね結構やるんですよね、あのずっと端で波動ソニック波動ソニックみたいなずっと総裁が続いて、で頭の上ボンって蹴られ波動飛ばれて蹴られてまた下がられてソニックされてみたいな、あそこら辺をだからみんなどうしてんのかなってよく聞くのが踏み込みガードって聞くんですけどね、踏み込んでガードしていけばいつかガイルはソニック打てなくなるから、まあでも確かにそれはそれで近づいていけばその台が中足をこっち来んなって追っ払ったそのためがなくなった状態のガイルので中足を置いたときに大足で切って、まあ、詐欺飛び行ってとかっていうところに繋がるとは思うんですけど、とは言ってもねガイルだってずっとガイル側だってずっとガードしてくれるわけじゃないんだ。来たこれこれ強いですよね、中足空振って要は中足に差し返すのってやっぱりすごい難しいんで、でガイル側もその中足の発生があんまり早くないから中足に対して中足で差し込むっていうのは結構難しくて、で、まあ、よく見るのが竜の中足に対してガイルでダイヤガイルの台足で差し込むとか見るんですけど、結構でも台足ミスっちゃうと台足が空振るとその後もう1回出るんで1回の台足は2回出るんで台足その2回目の台足のところに、まあ、昇竜が入ったり真空が入ったりしちゃうんで、うかつに空振れないっていう、まあ、だから中足に対して安定の中足ってやったんだけどそこを読んで真空ですよね、ダメよって言って、その踏み込み昇竜うまい、詐欺飛びしっかり、あー詐欺飛びうまいけどコンボが下手いやあそこはやっぱりこうダイゴスとか行きたいですよね。もう詐欺飛びに対してガイル側がサマー打っちゃってこの後ダイゴス中足真空なんて入っちゃうともうえらい目に遭いますからねうん
なるほど。あの X の入力をどうやらしなかったっていう言い訳ですね。そう、このゲームってあの大体普通のゲーム、最近のゲームとかって中足真空とかやろうと思ったら中足打ってから進化動画入力すればキャンセルかかるんですけど、 X はやっぱちょっと特殊なんですよね。何フレだっけかな、確かなんか 6フレとかぐらいしかないはず。あのちょっと詳しい数字覚えてないんですけど、そのスパコンをキャンセルするときって6フレぐらいしか時間がなかったはずなんですよね、猶予が。だからその中足を打ってから真空波動を入力しても、まあまあ人間の手のスピードじゃ絶対間に合わないっていう。どうやってやるかって言ったら、波動を最初に1回入れといて、で中足打って波動ってやると真空コマンドが完成して、その6フレだったかちょっとごめんなさい覚えてないですけど、その短いフレームの間に真空が確定するんで、確定というか成立ですね、成立するんで中足からあの真空がキャンセルできるっていうなんか仕組みなんですけど、それをさっきサマー打った後に中足真空って普通にやっちゃったらしいんですね。まあいろんなゲームやるんでね、島津屋さんもなんか結構ごちゃごちゃになってるみたいです。まあ分かんなくはないんですけどね。格闘ゲームとかもなんかいろんな人いて、そのなんか例えばいろんなゲームで竜使ってますとか例えばあると思うんですけど、いろんなシリーズでねっていう人もいれば、じゃあスト2で竜使ってるから、じゃあスト3でも竜使おうかってなって、でもなんかその全然キャラが違うから、特性とかが違うから混ざっちゃってやだって言って、じゃあスト2は竜だけどスト3はちょっと竜使うのやめようかなとか、そういう人もいたりしますよね。特にガイルとかみたいなキャラってその立ち回るキャラだと思うんですよ。まあ いわゆる街っていうスタイルですけど、でそのゲームによって待ち方が結構違かったり、はい、あ、いいですよ、お、ラリちゃんキャラを変えるみたいですね。でガイルの次は何ですかね、まあ、全キャラ使いですからね。ん、まあ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 、お、お仕置きに来ましたねこれ。でもねこれ意外となんですけど、島津さん結構ベガ戦うまいんですよ。なんか多分その自分が見てきた中でですけど、ベガ戦僕すっごい得意ですっていう理由使いって俺あんまり見たことないんですよね。あ、ベガ戦できるよぐらいだったら全然いるんですけど、俺マジベガ戦だけは全一だからみたいな理由使いってあんまり見たことないですね。そのもちろんこれ竜有利だと思うんですけど、あのなんていうんですかね、やりにくいんですよね、すごい。今一言で言うと結構 めんどくさいみたいな感じなんですよ。でそのこういうダブル2だったりとか、あの見てから対処するのが難しい技が結構揃ってるんで、で竜はやっぱり波動を打って飛んできたら昇竜拳ってやりたいキャラなんで、そこでね デビルリバースとか、まあ、ヘッドプレスとか それ関係でこう惑わされると結構リズムがずれて、あーもうめんどくさいなってなってちょっと楽しようとしたところにお仕置きするみたいな、ベガ側が。こういうねネタも豊富ですからね、ベガはね。今のめくりガードですよ。でもちゃんと分かってガードしてましたね今ね。今のホバーガードは、めくりホバーガードは X 勢の動きですよね。俺絶対食らってますよあれ。ホバーガード、めくりホバー、うん、
なんか勘とかわけわかんないこと言ってますけど。勘でカードできないでしょ、あれどう考えても。あとね、その画面越しで転ばされたとき、なんかそのサイコ出されると、なんかいまいち裏に行くのか、表にいるのかよくわかんないんですよね。なんかあるらしいんですけど、そキャラゲンだったり、2P 側だとめくれるとか、なんかわかんないですけど、そういうのあるみたいで。しっかり見てる。あ、まあ、ここもうこういうの、あー、もう意味わかんない、意味わかんない。もうネタを披露してく。ダブラリオさん。まあでもダブラリオさんは僕の、ね、X の師匠ですからね。わざわざ真空で行く。もういかにこの騙し合い、そのベガのこうやっていろいろ惑わしてくるんですけど、まあ、ここをいかに刈り取れるかですよね。あそことか本当は今のダブル2とか昇竜間に合うんで、ああいう逆にベガが甘えた時にちゃんとそうやって取って置き攻めいくっていう。でさすがに置き攻め飛び重ねられるとベガが何もできないんで、基本的にこれ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 もう本当に意味わかんない。おー、そこは勝負にいったっすね。うん、まあいろいろ匂ったんですけどね。でもまあ食らった時点でジャンプ中継ですかね、今のね。食らった時点でほぼほぼナイトメアないですよね。お、昇竜よく出した今の。あそこのベガの前飛びなかなか昇竜出にくいんですけど、なんかどうなんですか、その一瞬裏に行ったりしてるのかよくわかんないんですけど、昇竜を普通に入力すると出なかったりするんですよね、あのベガに画面端で前飛びされると。おお、しっかり。松本秀人さんがなんか、ちょっと待ってね、これね、チャット欄がね、狭くて見にくくて、始末屋さんに後で調整してもらうのもありなんだけど、え、卒はストライブとか最近の格ゲーと比較してスパコンの画面数控えめな分、長野人の上手いヘーターが素直にそのまま見て取れるので、上手い人のプレイは古いゲームなのに卒は本当、あーなるほど、はい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 、そうですね。で結局シンプルなんでやっぱ分かりやすいところありますよね。で結構そのスト2の面白いところだなと思って見てるところは、一時期ちょっとやってた頃にこれ結局さって言って、人間性の高いやつが強えじゃんみたいな思ってたんですよ。まあ、結局そういうね、やっぱスピードが速いゲームだし、結構見てからやる、なんかなんていうか、咎めたりする行動が結構難しいんで、そういうの見える人やっぱ強いよねって思ってたんですけど、やっぱりでも、もうね、ラリオさんにいろいろ教えてもらってから、やっぱ結構いろいろ惑わす方法とかもあるんだなっていうの分かって、あとほら、さっき言ったようなこと、どうしようもない、そういう見てからとかできないようなどうしようもないこととか、さっき言った ベガに画面端でベガに前ジャンプされるとなんか昇竜が出ない時があるとか、なんかそういうのをうまく使うと結構そういう人にも勝てたりとか、だシンプルだからこそそういうところも分かりやすいし、
じゃあお前そういう風に来るんだったら俺騙すぜ惑わすぜみたいな、そういうのもちゃんとできるんで面白いなと思ってやってますけどね。いろいろ最初できない頃は結構不満もありましたね。あのなんで投げが1振れってどういうことやみたいな全員ファイナルアトミックバスター持ってんじゃねえかよみたいなまあそんな感じで最初やってましたけど、実はそのでも1振れ投げもあの リバサでビタで押さなきゃいけないとか結構そういう技術介入度もあって、やっぱりあとはこうシャガグラとか、例えば最近のねゲームとかでよくあるんですけど、シャガグラとかもないんで、安全に小技をピッてこすって、とりあえず小技をこすってその場を収めるってことはできないんですよね。絶対中技か大技出ちゃうんで、投げ受け身とか取ろうとすると。あ、どういう状態ちょっと今なんか島津屋さんが、あのこれね、総格も来てたんですけど、松本秀人さんっていう人が結構スト2好きみたいに、めっちゃ面白いっすよっつってこうね見てくれてるんで、うん、俺っすか、じゃあ俺もやりますか、じゃあ少し弱いですけど、弱い関係なし。はい、ということで、今日はちょっとね、随分ゲス君がどこまで喋ってたかわかんないけど、とりあえずあのお店暇なんでぶっちゃけた話、はい、だちょっとまあお客さんと対戦しつつ、あとゲス君に喋っても もらうみたいなね、まあ今日そんな流れでちょっと今日いつもと違った風潮で、配信の方しております。まあこんな感じでね、来年以降できるといいな的なニュアンスでちょっと今日テストがてらの配信でやってたんですけど、まあね、これができるといいなと、いろんなゲームでね、ぜひ、よろしくお願いしたいとで、まあちょっと待ってね、僕の声がどのぐらい響いてるかわかんないからあれだけど、さあ、とんなわけで、まあゲス君とね、今度は X でのラリオさんとの対戦にプレイヤーチェンジというところで、なんだかんだ言ってサードでもかなり上り詰めた東北のゲス犬がね、まあ、X をやってるということで、基本的にこのゲスさんって人のプレイヤー性能は総じて高いです。かなり高いんですけれども、まあやっぱりね、ちょっと X はあんまり私やってるとこ見たことないんでそうなんですよね。うん、だまあ一緒に楽しんでる系で、本人もねあんまり強くないとは言ってるんですけれども、実際僕はかなり相当強い部類なんで、ありがとうございます。そうですね、こんな感じでまだ今後できるといいかなというところで、さあそしてなんだかんだ言ってゲスさんのルームを配信画面足の詐欺のタイミング結構しっかり分かってるくさいですねさあなんだかんだ言ってでもね、ラリオさん何使っても強いんですよね、この人。ほんとやっぱ仙台で X といえばね、やっぱ 2P の今日ガイルも使って、ベガも使っていただいてるねラリオさん、この人がもう何使っても強いんで本当ね、いいですね、対戦映えします。さあめくり台形がやっぱベガのめくり台形もね、なかなか出すタイミングと角度間違えるとなかなかめくれないですよね。あ、これは難しいところ。あ、見えない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 、あ、もう地獄で、ダブルに潰すためにタチコパンとかね、タチオケとか巻いてるんですけど、その合間を縫ってね、小ダブルにが入ると、まあこれもね分かってるんですよね、ラリオさん。でだ、サイコの後足払いとかね、うかつに出しちゃうと今度ダブルに飛んでくるんで、でダブルにがね下段判定ないからなかなか難しい。あー、見てるゲスさん頑張ってるんですよね、すごいすごい頑張ってるんですよ頑張ってるんですけどね、なかなかね、やっぱこのラリオさんの竜対策もね相当来てるんで、さあ危ないねこれねベガの最高、ここはもう投げこすりと、多分どっちも投げこすってたと思います。
まあ今日はそんな感じで喋りながら、今後ちょっとあのマイク一応構想としてなんですけどね、マイク2つつけて、まあ、2人で喋れるようにしながらこんなことやれたらいいなと思ってるんで。あー無理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 、今の無理今の無理無理、あんなの無理であれね、登って登り中段タッチガードした後もあの最速でタッチ台パンとかね擦れればいいんですけど、ちょっとでも反応遅れると着地してねベガの投げ入っちゃうんで。まあで、まあ、テスト版ということで今日喋りながらやってますけど、金曜日かな、当店、あそうだちょっとじゃあインフォメーションを変えましょう。今 X のねやってるんですけど、今ちょっと月間でこんな感じですね、こんな感じで当店イベントの方を行っております。でまあ月曜日、今日は本当は X のねあれではなかったんですけど、今日は電撃ファイティングクライマックス、200円サンプレー、まあ、完全にこれも営業になってますけど、まあ、これも僕店員なんでね、200円サンプレーで今日ね、サービスデートで8時からあの大会と、これ毎週月曜日やってます。であと毎週火曜日木曜日があのギルティギアエグザードレブ2、こちらもねあのクレジットサービスで、楽しくねやっております。明日ですね、今度ギルティギアはぜひねよろしくお願いします。いやー難しいなー今のもで水曜日はサードストライク、サードストライクもねやってます。配信の方ちょっとなかなかね、プレイヤーの集まりがちょっとそこそこなんで配信ちょっとなかなかできないですけれども、一応さえやってますということでよろしくお願いします。で、まあ金曜日がパッパイアセーバーと、スーパーストリートファイター2の、フリープレイサービス、これが、7時から11時まで参加費500円で、フリープレイという形で、毎週これも楽しくやっております。まあこれ来週今週のね金曜からできれば、ああうまいうまい今のうまいしっかりと削って、月産も必死ですけどね、なんだかんだ言ってね勝ってますね、やりますよね月産、なんだかんだ言って喜んでる、褒められて喜んでます。ブランカチェンジこれわかんのまあ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 わかる本当まあ、そんなわけで、まあできれば今週からちょっと喋りながら X の方はやっていきたいなと思うんで、ぜひともねよろしくお願いします。金曜日はだいたい9時ぐらいからかな、あの X の配信は9時ぐらいから、というのも X の皆さん来るのだいたいそのぐらいなんで、まあ、9時ぐらいからねこのおしゃべり配信しつつ対戦見つつねやれればなと思うんで、今週からよろしくお願いします。できたらということでね、よろしくお願いします。あれ勝ってるすごい俺ブランカとかも出てきた瞬間終わりなんですよね。いやーこれはブランマ、まあ、しゃがみ中パンが、基本スラがしゃがみ中パンで潰れるんで、まあ、それを巻きつつしっかり弾と対空落としてというところなんですけど、これや言ってやるの難しいんですよかなり。で一回通るとやっぱこうなっちゃうんで、あーうまい、しっかり竜の飛びに対してしっかり前歩きでね、めくりをガードしないように前歩きしてるのがね、なんかねめんどくさいというか、うまいカップエースの真空、カップエースの真空ですね、対空真空波動。やっぱゲスさんうまいですね本当ね。あんまり最近ゲームやれてないとは本人言ってんすけどね、やっぱ上手いですよ本当にゲスさんは、素晴らしい。あーしっかりいいですね、タッチダイパン対空、あれ結構上の方も落ちるんですよね X だと。さあめくり、無理だ今の無理だ今のはちょっときついですねあー中パンうまいですね、中パン波動で鎖骨一発とで中ピー巻きつつ、まあイージーと。ただブランカもあんまりしゃがみ中ピー巻いてるとこうやって足払いが飛んでくるんで、あーやったやった、めくりがナイスガード、しかしめくり入って、うわー無理だー、誰か助けてあれは、あれ無理あれ無理
いやいい勝負ですね。なんだかんだ言ってね、もういい勝負になりますよね、この2人対戦倍します本当に。まあね、配信見てる方今日ね、あの何人かいらっしゃってありがとうございますなんですが、まあいろんなゲームでこれやれたらなと思うんですよ本当。いろんなゲームでねやれたらいいと思うんで、まあそんな感じで、今後ともねよろしくお願いしますと。さあコメントなくなったんで、あと特にしゃべることもないそこまでトークができる人間じゃないんで私はね。あとはもう試合の実況しつつ、ちょっといつも通りの実況していきます。コメントあればね、あの拾っていきますなんとか。あと僕ちょっとあの店員業やってるんで、あの呼ばれたらあの突然いなくなるんで、その時はご了承ください。あーめくり難しい、 X はめくり勝利を出すの本当難しいんですよね。既存のそのサードとかカップエースとかあの辺の入力とはまた全然違う入力なんで、めくりきついきつい大丈夫ですか、ゲスカン、ゲスさん大丈夫ですか大丈夫じゃない、どういう風に大丈夫じゃないのかうまいよ。さあ相手を叩いていく、うまいと。あのまあ分かると思うんですけどね、僕ら竜でもうガンガンなんとかね基本通りにやってるつもりでも、やっぱりあの何使っても強いんですよあの人、何使ってもしっかりねあのしてるんで。あーはいはいはい、あー渋い大形体育。さあ昇竜が出ない、最初昇竜入れたけど、あー歩いてイライラする、今のイライラするやつですね今のはイライラするやつですね、わかるわかるあのびっくりして通常技とかを置き技出せなくなると、あーなんやって歩いていくんですよね。あの足払いがやっぱブランカ長いし、しゃがみ中 P あんまり出してると今度足払いでビーンってされるんで、そこにちょっとでもびっくりしちゃうと普通に歩いて投げるっていう。ただブランカの歩きそんな速くないんで、まああれが通った瞬間それはねイラッとするよねって話で、歩いて投げるぐらいだったらね正直ああやってスラとか足払い打った方が全然安定するっていうね、ごめんなさいと謝っていきます。やっぱゲス君あれで俺喋るとコメントなくなったまあそうですね、うんまあ楽しければいいということでね、うちはやってるからね、 F1 は基本楽しく遊びましょう的な感じです。多分もうどこも一緒だと思います。こうやってあの私あの世間話交えて喋るっていうの多分自分でなんでしょうね、あの配信やってた時以来なんですよね本当に。ただあの仕事中にこんなことやってていいのかって若干ちょっと思いつつもまあこれもね一応仕事ということで、他のゲームセンターさんだとね結構やってるところあるんで、あーよく見てる、ゲスさんはしっかり腕が落ちる結構あのサード格ゲーサード出身の人っていうのは基本あの対空昇竜結構ブロッキング使う人もいるから、あの昇竜でしっかりあの対空するってイメージはそこまでねないんですけれども、ゲスさんはやっぱりね落ちるんですよこの人。どのゲームやっててもね X もそうだしカップ S もそうだしなんですけど、この人は本当に対空がねあのよく出る、あの上から触られた瞬間のね、圧はやばいね。あーキャミーと、さあラリオさんキャミーにキャラチェンジ、あらありがとうございます、聞き込んでる、ありがたいありがとうございます。喋りにもともと僕そんな自信ないんで、あの本当にありがたいですそう言っていただけると。さあそしてラリオさんキャミーにキャラチェンジということで、この人何でも使えるんですよ本当。さあ詐欺飛びのタイミング、キャラによってちょっとタイミングが変わるんですけど、キャミーどうだったかな、ちょっと早かったんだっけ、ちょっとこの辺はちょっとすいません曖昧です。さあドットですけど、さあとりあえず真空たまったドライブガードしたら終わり、あー相打ちうまい、でもあそこからよくむしろはダブル KO まで行きましたね、さすがゲスさん。
ラリオさんも本当なんでも使えるな。歩いてガードするんですよね。そしてあの人でセットプレイ、足払い最速と。さあ体力並びから、あーフーリガン、 X のフーリガン本当速いです。さあ何かミスった、めくりから投げに行こうとしたらしゃがみチューピーで割れてた。もうちょっと早いと多分あのダイゴスが暴れつぶしになってたんですけど、本当微妙、あの微妙というか絶妙の暴れでしたね。めくりからしゃがみチューピー、ここキャノンスパイクで割ると。さあユチ X のこの灼熱波動は、近距離で当たるとあのどういう状態でもねダウンします。めくりにならなかった、あっと真空、これは竜の強みと。竜の真空はね打ってガードし、相手がガードしてしまえばもう絶対にあの反撃ないんで、これはねもう打ち解くと。で当たってればねもうああいうふうに、ああいうふうにあの死んじゃうんで、 X の竜のね真空本当最強です。ただあの飛ばれた瞬間が大変なことになるっていうだけで、逆タックをかけていく、まあこれ体力負けてるんでね。さあ竜の真空溜まって、まだ削りでも死なないですけど、ここはさすがにきついと上から行ったところしっかり落としていく。いやーいいですね、あのこの昔のね、もう X すごい年数経つんですけど、 ありがとうございましたということで、だいたい1時間ちょっとですね、今日はちょっとテストということで、ね、あのご覧いただき誠にありがとうございました。ね、先ほどからも言ってるんですけど、こんな感じで来年からねちょこちょこ喋りながらやれたらいいなと思うんで、ぜひともねよろしくお願いしたいと思います。じゃあゲストさんも最後に一言。はい、長い間ありがとうございます。いやーラリちゃん強いね。ちょっと恥ずかしがり屋なんでね、うん、でもまあスト通力は本物なんで、でまた来年から来年から、うん、うん、じゃあまあ来年からぐらいからね、まあまあやれば今日も金曜日からシングルマイクだったら、うん、ああはい、まあちょくちょくトークしながらこれからやっていくみたいな感じでね、島津屋さん頑張ってくれるみたいなんで。はい、よかったらまた見に来てください。はい、じゃあお疲れ様でした。僕ら帰るんで、はい、あとのことはよろしくお願いします。まああとそうですね、一応金曜日あと今日やれたらってはね言ってたんですけど、ちょっとなんかいろいろまだ金曜日難しいっぽいようなお話ありましたんで、まあ準備できたらこんな感じで喋ってねやれたらいいなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあね、ありがとうございました。ゲスさんとラリオさんね、あとありがとうございました。じゃあ一応来年目指して動きますんでね、よろしくお願いします。あとベンナさんね、ベンナさんもね。はい、お疲れ様でした。じゃあすいません、配信の方もね今日こちらで以上となります。まあダベリながらのテスト配信というところでね、まあこんな感じで、今日は、終了とさせていただきます。ではね、皆さんご視聴誠にありがとうございました。